どうもこんにちは、小佐島です。いよいよ宮崎駿監督の最新作であり、最後の長編アニメーションと言われる、君たちはどう生きるかが公開されました。いやー、これはもう大変深い作品でしたね。で、今回はストーリーには触れず、テーマを中心にね、仏教的に濃厚解説、濃厚考察していきたいと思います。ここでしか聞けない内容がたくさんあります。知識ゼロの方でもね、最後は一気に深いところまでね、理解できてしまうという、 そういう動画でありますので、ぜひ最後までお聴きください。まず今回の声優陣、豪華すぎましたね。まあ、代表的な方、さっとね、見ただけでも、キムタク、木村拓也さん、須田さきさん、あいみょん、柴崎康さん、木村吉野さん、竹下恵子さん、吹木淳さん、阿川沢子さん、大滝忍さん、などなど、そうそうたる声優陣でございます。で、主題歌は、大人気のね、シンガーソングライター、米津健史さんの地球儀。 これも非常に感動的でしたで。感想はもう賛否両論、もう最高傑作という人からね、もう退屈でジブリ最低の映画だとね、言う人まで大きく分かれております。で、私が一番ね、なるほどと思った感想は、今までのジブリは宮崎駿の水割りで、今回のね、君たちはどう生きるかはもう宮崎駿の現役みたいなもんなんだと。これが一番もうぴったり来ましたね。だからもうコーヒんですね。カルプスで言ったらもうカルプスの原液みたいな。 1>, 1回ではちょっと理解できない、もう深いんです。もうす,もうすごいんですね、そういう意味で,で。実際ですね、今回はもう宮崎駿の最後の、ね、長編アニメーションということで、プロデューサーもね、もうこれもう最後なんだから、皆さんを好きにやっていいよということで、今回スポンサー契約もないんですね。まあ、スポンサーがあるといろいろ忖度しなきゃいけないことがあって、自分が作りたいアニメが作れないと、制限がかかるということがあるので、もう今までね、稼いできたジブリのお金も全部つぎ込むような、 感じで、宮崎駿監督にね、思いっきり作ってもらったんですね。で、期限も設けないと。そういうこともあって、まさに宮崎駿のもう現役がドバッとね、出たみたいな。そういうもう濃い内容、もう2時間にすごいのが凝縮されてるんですね。で、これまでね、見てきたジブリの映画のなんか場面をね、彷彿とさせるような、そういう箇所もいくつもありました。まあ、だからこそね、まあ一番多い関数はもう謎とかね、難しいとか、わけわからない。まあ、こういうのがいいです。 これも非常に納得なんですね。もうちょっと薄めてもらわないとわかりませんっていう、こういう感じです。しかしね、これテーマである生、まあ君たちはどう生きるかということですからね、生きるというのがまあテーマになってるわけですけども、これはどういうことなのか。これがわかるとね、一気にその深さがわかる。10倍感動できる。まだ見てない方も、これ見て映画を見ると、普通ならわからなかったところが、あ、そういうことかとわかりられますし、既に見られた方もね、今日の動画を見ると、あ、あの場面、こういうことなのか。 このように感動して、もう一回見たくなるかもしれません、まあ。ものすごく簡単に言いますとね、美しいことばかりではないこの現実を受け止めて生きる。こういう壮大なテーマがね、重すぎず軽すぎず描かれていると。ここが一番すごいと思ったんですね。ちょっとテーマ深すぎて重すぎて、子供はもう難しすぎるし、大人も無理っていうね、こういうにならないんですよ。ここが絶妙でありましたね。それでは最初にも話したように、ストーリーにはね、基本的にフレーズ、 テーマを仏教的に深掘りしてお話していきます。最後までお楽しみください。で、まずですね、これはもともと言われてたんですけども、今回の映画のタイトルは、この吉野源三郎さんが書かれました、君たちはどう生きるかっていう、まあ、そのまんまのタイトルですけどね、こっからインスピレーションを受けて映画も作成し、タイトルにもしたっていうことです。これが映画化されたわけじゃないんですけども、ここに書かれてることが非常に重要なんですね。実際主人公の少年がね、この本を泣きながら読むっていう、こういうシーンがあるんですね。 ただ、この本に何が書かれてるかというのは、映画では一切わかりませんので、この本にどういうことが書かれてるのか、これ簡単にでも知っておかれると、映画に対する感じ方がすごく変わってくると思うので、まあ、簡単にこの内容について触れてみたいと思います。まず、この本ね、1937年、戦時中に発刊されてで、やがて白金本にまでなっちゃうんですね。まあ、露骨に戦争反対ではないんですけどね、しっかりとした自分の考えを持つのが大事だ。まあ、権力に屈するな、みたいなね、ニュアンスもちょっとあったりしてるので、 まあ禁止になななったんでしょうううね。そう思とう、と今はは自由な時代だなとも感じます。で主人公はコペル君というね、15歳の少年でありますで。コペル君がある日、自分中心の見方からね、この世界とか人間っていうのを俯瞰して見る見方を発見するんですね。これがコペルミクス的なね、大発見ということで、コペル君っていうあだ名がつくんですね。コペルミクスっていうのは、地動説を唱えた人でありまして、それまではね、もう地球中心、地球がドーンとあって、太陽もね、他の惑星も、 地球を中心に回ってると、こう言われてたのが、こう地球の方が動いてるとね、いうことで、全く世界観が変わったわけですよね。特に子供の頃、やはりもう自分中心に物事を見て考えますよね。でもそうじゃないんだと。自分も世界の中のたくさんの人間の中の一人なんだと。こういう見え方ができるようになったっていうことで、おじさんからコペル君。こういう名前がついたわけです。でこれは非常に大事なとこで、今回の映画でもまさにこういうことが描かれてましたね。 そして、客観的に世界を捉えつつも、自分の人生をちゃんと生きると。自分を抜きにしてね、ただなんか、学問的に世界を見てても、これは本当の人生は歩めないぞと。で、実際嫌なことあったりね、まあ、大きな失敗をしてしまったり、もう見たくない、見にくいことがね、自分にもあるし、前の人もある。まあそういう世界で生きてるわけですよ。で、この作品のクライマックスに当たる部分ではね、上級生に友達がこう殴られる場面が出てくるんですね。 でコペル君、自分も行かなきゃと思うんだけど、もう足が震えてね、行けないんですね。行ってみれば、もう友達を見捨ててしまった、裏切ってしまった、逃げてしまった。まあ、こういうことでもう友達に会わせることがないと。まあ、自分はもう最低の人間だということで、まあ、大きな挫折を味わうわけなんです。まあ、それで、仮病を使ってね、もう学校にも行かないということで、家で何日もこう休んでるわけですね。そんな中、コペル君の名付け親のね、おじさん。 まあ、親しくいろいろ日頃から話してるんですけども、まあ、たまたまそのおじさんと二人だけに、ね、なった時があって、まあ、ここでもう胸の内をおじさんに話そうと、まあ、いうことで、実は僕はもうひどいことをしてしまったんだという胸の内を打ち明けるんですね。で、その時のコペル君はね、いや本当はもうみんなを助けに行きたかったんだ。何度もそう思ったんだよと、まあ、いうことで、友達を助けなかったことのまあ言い訳と言いますかね、弁解と言いますかね。 まあそういうこともたくさんこう言うわけですよ。で、おじさんそれも黙ーってこう聞いてるんですね。それでコペル君が僕はどうすればいいだろうと。こう尋ねると、おじさんが、それはもうはっきりしてる。お詫びの手紙を書くのがいい。こう言うんですけども、いやでもそんなこと言ったらね、もう絶好されるんじゃないか。こうなっちゃうんじゃないか、ああなっちゃうんじゃないかと。まあ、また言い訳的なね、言葉が出てくる。で、その時ね、いつもは柔和なおじさんが、この時だけはね、きっとしてね、コペル君何を言ってるんだ 君はもう絶好されても仕方ないことをやったんだからね。もう自分がやったことなんだから。それはきっちりね、お詫びをしなきゃいかんよと。こう、はっきり伝えるわけですよ。で、コペル君もね、<laughs> まあそうだなと。もう仕方ない。もうやっちゃったことなんだからと。まあいうことで、まあ誠心誠意、もう本当に僕は悪かった。本当に申し訳ない。ごめんなさい。お詫びの手紙を書くっていうね。で、ここが非常に感動的なんですね。まあ、大なり小なり、形を変えて似たような経験ないでしょうかね。 私も思いっきりありますけども、まあそういうものすごく大きな事件じゃないけども、誰にでもある。そしてそれは立場ある人にとってはものすごく大きな問題にも関わってくるようになる、そういう人間根本的な問題なんですよね。だからこの胸を打つんですね。そしてね、こういう嫌なこともある、失敗もしてしまうね。そして弱い心も抱えてる人間だけでも、君たちはどう生きるか、君はどう生きるか、ということで、この本は終わってるわけですね。 実際、いろんな嫌なことがこの世界にあるということを、仏教では、宿泊っていう言葉で教えられています。宿泊ってね、なんか耳でこう聞いたことはあるかもしれませんが、字で書くとこうなるんですね。四つの苦しみ、それにさらに四つ加えて八つの苦しみがどんな人にもあるよねっていう話なんです。で、これはね、ほら、人生苦しいと大変だぞっていう <laughs>、こういう脅し的なことじゃなくて、いろいろあるよね、生きてたら、みんなこういう中生きてるんだよねっていうね、非常に寄り添ってくれる。 そういう言葉なんです。で、例えば、その八つの苦しみの中に、愛別陸っていう苦しみと、温度エクっていう苦しみがあります。愛別陸というのは、愛する人と別れ離れ離れにならねばならないという苦しみですね、まあ。恋人に振られてしまったとか、今回離婚することになったとか、さらにおじいちゃんとの死別、パートナーとの死別、場合によっては子供や孫と死別するという悲しいことも現実にはあるわけです。そういう別離の苦しみ。 そして、愛する人とは離れていくんですけども、温存、恨み憎む、嫌いな人ですね。嫌いな人とは会わなきゃいけないっていう、こういう苦しみです。で今回の映画にもまさにこの別理、アイベツリックと温存役の苦しみが描かれていました。でその苦しみの中ね、主人公がこう成長していく。だから感動的なんですね。そしてまたですね、そもそも、どうして私たち生きておれるのかってことですね。今まで生きてなんかいろんなことがあるよねって話しましたけど、 もっと根源的に言うと、どうして私たち生きておれるのかと言いますと、これは生き物を食べているから生きておれるんですよね。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、まあ言ってみればね、生き物を殺して食べて生きているということであり、まあ、ちょっときつい言葉で言うといろんなね、たくさんの犠牲の上で成り立っていると。まあ、こうも言えるわけなんですね。私も小学生の時にね、このことにふっと突然気づきまして、で夕食の時にね、 皿の上に牛肉出てるんですよ私の大好物だったんですけどねだけどこれ元々牛さんだったんだ当然生きてたんだまあ、牛さんをペットにすることはできないけどもまあ、基本的にペットと同じような存在だよなそんな牛さんを殺して食べるなんてなんて残酷なんだこう思ってですねもう食べないこんなね牛さんかわいそうみたいな感じで、まあ、突然ハンガーストライキを始めたんですね で、母親がね、いや、牛さんもね、お前に食べてもらったら、もう、喜ぶからとか言うんだけど、そうだ食べないと喜ぶはずなーいとか言ってね、もうハンガーストライクするんですよ。でもね、まあ、小学の低学年だったと思いますけどね、まあ、どうでもなグーグーね、なってくる。しかもね、野菜大嫌いだったんですよ。今野菜好きですけど。で、そのくせね、肉食べないとか言って。でこれね、まあ、一晩もちょっと我慢できない感じだったけども、 まあこれ貫くならね、これからずっと食べないってことになる。まあ、野菜嫌いですからね。ベジタリアンにもとても慣れそうにないんで。そうなるとこれ今晩だけの問題じゃないぞと。どうする俺みたいな感じでね。で結局空腹に負けて、もう泣きながらね、牛さんごめんなさいと言ってね <laughs>、食べるってでこんな一晩の空腹にも耐えられず、牛さん食べてる自分はもう最低だみたいな。 そして自分はもうこういった肉を食べて生きていく人生を選んでしまったということでね、もう一晩中泣くみたいな、<laughs> まあこういった経験ありましたけども、まあ、これ人間限りませんけどね、生き物というのは、生き物を殺して食べて生きていくっていう、まあ、そういう世界に私たち生きてると言えるわけです。今はね、人間が一番動物の中では強い立場にありますから、まあ、基本的に食べる側ですけども、ひょっとしたら人間もね、食べられる側になるかもしれないわけですよ。 で、これがね、今回の映画でもう見事に描いてる。で、普通ならこのグロテスクというかね、ちょっとディープすぎるテーマなんですけど、これは実にコミカルに描いてるんですね。なんか笑ってしまうぐらいな。でこの辺がもう絶妙感ですごいなと思いましたね。で、仏教ではね、殺生罪という罪が教えられてまして、で大きく殺生といってもサントリアルになと言われます。で、その最初の自殺っていうのは、 これは私たちがね、日常使う、なんか首くくって自ら命を絶ちますという、そういう自殺ではなくて、自らの手で殺すっていうことですね。で、他殺。これも人を殺すんじゃなくて、人に命じて殺してもらうっていうことですね。そして、随気同合というのは、他人が殺傷しているのを見て、喜ぶ心があれば同罪であるということなんです。まあ、具体的に言いますと、夕食後にね、このカサカサカサとね、黒い物体が、 出現すると。そしたら、奥さんがね、キャー、あなた、殺してと、こう叫ぶ。日頃、ちょっとね、奥さんに馬鹿にされがちなご主人ね、ここはちょっと見せ所みたいな感じで、新聞紙丸めって、バチャーンとやってね、一発でやっつけると。でそれを見て、子供たちが、パパ、すごいとね、こう喜んだ。まあ、こういう、どこにでもありそうなね、一場面がありますけど、これを当てはめて言いますと、まず奥さんが、キャー、出た、ゴキ、殺してと言ったのは、 他殺ですね。主人に命じて殺させるってことですよ。で、よっしゃーと言って、新聞しまるめて、バチンとやったご主人は、自らの手で殺しましたから、自殺ですね。そして、わー、パパすごいと喜んだ子供は、殺生したのを見て喜んだから、ぜひ起動を。家族みんな殺だよということになります。また、そういったね、ことでなくてでも、まあ、先ほどもちょっと自分の例話しましたけど、食卓に並んでるのはね、鶏肉とか牛肉とか魚とかね、 まあそういった摂生をしたものを食べてるわけですね。まあ、そういう意味では、業者の人に依頼してお金出してね、そして食べて喜んでるっていう、そういう摂生をせずしては生きていけないのが人間であると。まあ、こういうことなんですね。で仏教では、生命はね、みんな同じ根っこを持ってる。でその仏様の慈悲というのは、生きとし生けるもの全てに渡ってると。こう言われましてね。お釈迦様が亡くなられた時の図、涅槃絵図っていうのがありますけど、 そこにはね、いろんな動物がこう集まってきた。それは仏様の慈悲がいろんな生き物にかかっていたからだと、こう言われます。また、サリンジャーというね、小説家は、ブッダは可愛い、空の鳥たちを差別しない。まあ、こういったことを小説に書いています。また、輪廻転生と言われてね、生き物は生まれては死に、生まれては死にを繰り返し、まあ、いろんなね、生き物に生まれてきた。過去世は猫だったりね、鳥だったり、魚だったりしただろうと、まあ、いうことなんですよで。こういった歌もありますけどね、 ほろほろと泣く山鳥の声聞かば、父かとぞ思う、母かとぞ思う、両親を亡くしたある人がね、山道を歩いてると、ほろほろと、なんか悲しげなね、切ない泣き声が聞こえる。それを聞いて、あ,あれは5年前に、ね、亡くなったお父さんの生まれ変わりではなかろうか、去年亡くなったお母さんの生まれ変わりではなかろうかとこう感じる、そういう歌なんですよね。また、松尾芭蕉も、父、母の四季に恋し、生地の声。 先ほどと同じ心をね、このような歌で表しています。また詩人の金子美鈴さんのね、大漁っていう有名な詩がありまして、私も学校の教科書で習いましたね。金子美鈴さん、漁港のね、町で生まれ育ちましたので、まあ、こういった魚にまつわる詩がたくさんあるんですけども、もうた,たくさんね、魚が獲れた、大漁だ、大漁だとね、人間たちは喜んでるけども、海の底ではね、亡くなっていった魚の弔い、まあ、お葬式が、 なされてるんだろうかと、まあ、こういうことを歌うね、まあ、優しい目線また海の魚はかわいそうと何も悪いことしてないのにね人間に捕らえられて食べられちゃうと、まあ、この「お魚」という詩が金子美鈴さんのデビューでね最初の作品だとも言われますけどもそういう生き物目線のね優しい心根を歌った歌が多いんですよね、まあ、そういった生き物を私たちは食べて生きてるわけなんですけど、まあ、それ仕方ないじゃないかと、まあ、こういう気持ちももちろん出てくると思いますだけどね 仕方ないというのと悪くないというのは別なんですね。まあ、人間に限りませんけども、生き物はそういう悪を作らずしては生きていけない存在と、まあ、こうも言えるわけなんですよね。でそういう人間の姿というのをまっすぐに教えた上で、実は仏教にも二つあるんですよ。それは小道仏教と言われる仏教と浄土仏教と言われる仏教の二つであります。小道仏教というのは出家してね、修行して、煩悩を何とかしようと、そして悟ろうと、こういう仏教です。 ですから、殺生罪一切ダメなんですね。肉はもう食べないと。まあ、結婚なんかもしないと、まあ。こういう仏教です。それに対して、浄土仏教は、財家、家にいるまんまでね、そして煩悩あるまんまで幸せになれる。そういう道が教えているのが浄土仏教なんですで。こういう言葉もありまして、悪語をば恐れながらすなわち起こし、悪いことはしないようにしよう、悪いことしちゃいかんと思いながらもね、そういう心が出てくる。また、前言をばあらませども、売ることを頭ざる盆布なり。 良いことをしようと思っても、なかなかできがたいね。そういう存在であると。とこういう人間の限界、現実というものを教えられているわけです。また、親鸞聖人の言葉を記した単疑将には、去るべきご縁の催せば、いかなる振る舞いもすべし。このように言われてますね。もう縁さえ来ればね、何をして生かすかわからない。そういう存在が人間であると。この親鸞もそういうものであるということをこう告白されているんですね。 つまり人間はみんな煩悩、不足の煩悩。煩悩というのは欲とかね、怒りとか、恨み呪いの愚痴の頃とか、まあそういったものを言いますけども、その煩悩でできている存在なんだと。煩悩というのは人間という意味でね、人間は煩悩100%、煩悩でできている存在だと、こう教えられます。でその煩悩いっぱいのね、私たちに煩悩をなくせと言ってもこれはも無理なんですね。魚に水の中にいたら幸せになれないからね、その水から離れてね、陸地で生きようと。 こう言われても生きていけないように、人間に煩悩を離れて生きていけと、こう言っても生きていけない。例えば欲の一つが食欲ですけども、こ食欲なくして生きていけないわけですね。つまり食欲がある限り摂生してしまう。まあ、そういうことなんですね。ちなみに浄土仏教といっても浄土宗と浄土真宗ありますけど、その違いについてはね、こちらの動画でご確認ください。ではですね、その煩悩をくの煩悩がどうすれば幸せになれるのかということですけども、煩悩あるまんまで幸せになれるということを、自らね、 明らかにするために、世界で初めて肉敵再退した日本の僧侶がいるわけです。それは誰かというと、これは親鸞商人なんですね。公然と肉敵再退した破壊僧と、まあ当時の人からはいろんな避難攻撃を受けたわけです。しかしですね、これ、肉食べたいから食べたとか、結婚したかったからね、したっていう、こういう単純なものじゃないんです。実際ですね、隠れてね、結婚していたお坊さんはまああったわけですね。で公然としたのが、 新蘭初めとということなんですよ実際当時は、隠すは商人、せぬは仏っていうね、こういう言葉があって、名前は商人とね、うやうやしいけども、隠れて結婚してる、そういう坊主はたくさんいるということで、隠すは商人、せぬは仏と、こういうふうにね、ひにくられたりもしてました。で、親鸞商人も公然とね、そういったことをしなければ、そんな非難を受けたかったんですけども、公然とやったので、もうすごい非難攻撃を受けたで。なぜ公然とされたかというと、 人間というのは生き物を殺さずしてはね、生きていけない存在。煩悩をなくせない存在だと。そういうものが煩悩あるままで幸せになれるんだよ、ということを自ら明らかにするために、公然と肉食再退されたということなんですで。夏目漱石はね、それに感動しまして、こう言ってますね。その自分、思い切って再退し、肉食するということを公言するのみならず、断行してごらんなさい。どれくらいの迫害を受けるかわからない。 親鸞聖人はじめから、非常な信念があり、非常な力があり、非常な強い根底なる思想を持たなければ、あれほどの大改革はできない。こう絶賛しているわけですね。もう非常な、非常な、非常な。もう3回も繰り返していますねで。ここは二重の深い意味があるんですね。つまり、殺をせずしては生きていけない。これは仕方ないということだけども、それは悪いということではない。悪を作らずしては生きていけないのが人間の姿だと。 いうこことですよねこれ先ほどの話をしましまたじゃあ、そういう悪人は助からないのか、そういう悪人は仏様は助けてくださらないのかというと、そうではないんだと。ちょうど親がね、子供に悪いことするなよと、このように戒めるけども、実際、子供悪いことをしてしまったらね、全力で子供を守り、そしてその子供をね、見捨てたりはしないというようなもので、仏様も悪を戒められた上でね、 しかしそういった悪を作らずしては生きていけない人間を煩悩あるままで救うと。これが仏の教えなんですね。これが有名な悪人正気と言われるものでありまして、悪を作らずしては生きていけないで。そういう煩悩によってね、また悩み苦しむ。そういう苦悩の人が焼却というのが悪人正気の意味でありまして。だからといって、もう好き放題やると。こういうことではないんです。悪人が救われる。そのことを産下し、感謝し。 御恩のあるままでみんなが幸せになれる、そういう幸せをね、広げていくのが浄土仏教、浄土真宗であるということなんですね。ちなみに、食べるという字はね、こう2つに分けると、人とね、良いという字に分けられると言われます。つまり、食べたからにはね、それだけ良くなる、成長する、前進することがであり、食べるのは人が良くなるためにと、まあ、こういうふうにも言われたりもいたします。また、そんな私たちが生きている世界はどんな世界なのか、これもですね、 今回の宮崎駿監督の映画にも描かれてました。でこれはもうそのまんまね、もう仏教の言葉がぴったり当てはまる表現ですね。仏教に固く無常の世界という言葉がありまして、まあ、火のついた家のような、やがて燃え尽きる、いわゆる続かないね、そういう無常の世界に生きている。まあ、悲しいことですけども、現実にいろんな震災もありますし、まあ、実際今戦争が行われてね、大変なところもあるわけですよ。今の、 平和、平穏の生活は決して当たり前ではないと。そういう無常の世界に生きているということなんですね。単義賞には、煩悩、愚足の煩悩がね、固く無常の世界に生きているから、よろずのこと、すべてのことはみなもって、空ごと、たわごと、まことあることなし、まあ、ここまでね、言い切る、この言葉がすごいですけども、完璧な綺麗な心を持った人間が、完璧に綺麗な世界に生きている。そう思ったら、もうとんでもないことになるよと。コペル君みたいに、後悔するようなこともね、やってしまう。 悪意というものをね、人間持っている。そして生き物を殺さずしては生きていけない。無常の世界に生きている。煩悩不足のボンブが固く無常の世界に生きていると。こういう現実をね、まず知るということが大事だということなんですよね。一見ネガティブに感じますけどね。まあ、人間というものはどういうものか。罪を作らずしては生きていけない。煩悩不足のボンブで。誰しも最後は死んでいく。無常の存在。まあ、これだけはですね、どんな人にも共通してるんですよね。 煩悩ない人もありませんし、死なない人もいないわけです。で、こういったことをね、見つめることが、実はですね、本当の幸せを求めようという心の出発点だと言われるんですね。それを教えた言葉が、この言葉でありまして、無常を感じるは、母大心の始めなりでありまして、いつまでも生きておれると、こう思うから、一日一日をおろそかにしてしまう。大切な命というものをおろそかにしてしまう。しかし、この、例えば病気になってね、 あ,あ、生きてるのは当たり前じゃないな。当たり前どころか、生きてるのは奇跡だと。まあ、このように感じてね、人生観が大変わりしたと。まあ、こういう方もありますよね。実際、親鸞商人も、4歳でお父様を亡くされ、8歳でお母様を亡くされ、今度死んでいくのは自分の番だ。死ねばどうなるんだろうということで、わずか9歳で仏門に入っている。無常を感じることによって、母提の心。この母提の心というのは、本当の幸せを求めるという心であって、目先の幸せとか、今日あって明日ね、どうなるかわからない。 そういう儚ない幸せじゃなくて、たとえ死が来ても崩れない、そういう幸せを求めようというね、そういう頃の出発点になるのが無常であり、また、この罪悪、煩悩を見つめることによって、こんな煩悩いっぱいの私でも幸せになれる道はないかという、五代の心がまた起きるわけなんですよ。そして親鸞聖人、29歳の時にね、煩悩もさえとならない、死もさえとならない、無下の一同という幸せの世界に出てるわけなんです。 これまた、短疑書に出てるんですね。で短疑書ってもう本当すごい本でありまして、例えば作家のね、柴良太郎さんは、無人島に一冊の本を持っていくとしたら、短疑書だと、このように言ってますね。また、斎藤隆さんは、この短疑書の言葉そのものに出会うことができなかったとしたら、おそらく日本人にとっては非常に大きな損失であったでしょう。短疑書を絶賛して、短疑書に関する本も出してますで。日本の三大哲学はみんなね、 短期賞を絶賛してましててま例えばね、西田喜太郎という、日本の哲学者では一番有名と言われるこの人も、一切の書物を焼失しても、歎異書が残れば我慢できると、第二次世界大戦末期ね、空襲の火災を前に、こういうことを語ったと言われてますね。その歎異書に、この無下の一堂という素晴らしい言葉が出てくるんです。で、下というのは難しい言葉ですけどね、これは触りという意味でありまして、まあ、いろんな差し触りがあるわけですね。 例えば煩悩。例えば死でありますけども、それが無下、なくなるってことじゃないんですね。なくなるってことなら煩悩がなくなるとか、死のなくなるってことですが、これはちょっと人間技じゃないですね。で、そうじゃなくて、触りが触れとならなくなる。つまり、煩悩があるまんまで幸せになれますよということであり、死が来ても崩れない。そういう幸せになれるよというのが無下の一同ということであり、親鸞聖人29歳の時に、 この無下の一道という、ここの世界に出ておられるんですね。大事なことは、それが死んでからじゃないんですよ。しかも、特別な人だけじゃない。煩のあるままですから、すべての人が、この無下の一道という幸せになれるということを教えられています。同じくお釈迦様も、生きている時に幸せになれるんだよ、ということをね、この言葉で教えられているんですね。で特に最初2行有名で、天上天下、結衣が独尊。まあ、天上天下、結衣が独尊と読む場合もありますが、 これ非常に有名でありますけど、大変間違って使われてますね。もう俺だけが偉いと。この大宇宙で我一人尊いと。こういう傲慢かましてるね。こういった言葉で使われてますけども、お釈迦様がね、そんな選ぶったことを言われるはずないんで。正しい意味は全く違いますで。どういう意味かというと、天上天下というのはこの大宇宙でということですね。で、唯我が独尊の我、これが大事なんですね。ここでいう我、我というのは、個人、自分、 私一人のことじゃなくて、我々人間ってことなんですね。で、ただ我々人間が独尊たった一つの尊い目的。人間生まれてよかったとね、心変える。そういう尊い目的を持ってるんだよ。これが唯我が独尊なんですね。そしてさらに、三害開空と続きますけど、ここでいう三害っていうのは、まあ、あまり専門的なこと言ってもあれなのでね、まあ、この世界とね、こう生まれたいです。で、この世界っていうのは、 いろんな苦しみがあると。まあ、宿泊の話も少ししましたし、煩悩の話もしましたし、堅く無常の世界ということで、まあ、いろんな苦しみがあると。まあ、そういった面をね、もう目を伏せて、ただ人生は素晴らしいと。これはもうすぐバレバレなんでね、そこは真正面から、まあ、人生の醜さとか不条理さとかね、苦しみというのを真正面から教えられてるんですよ。しかしね、だから諦めるじゃなくて、そういう苦しみ充満する世界だけども、我まさにここに休んでるべし。 ここっていうのはこの人間の世界ですね。生きてる今。ここで安らかなね、人間生まれて本当によかった。いつ死んでも悔いなしと。まさにここに休んでるべし。死んでからじゃない。生きてるとき、煩悩あるまんまで、そういう安らかな、素晴らしい幸せになりますよ。独尊を果たすことができますよ。たった一つの尊い使命、目的を果たすことができますよ。これが仏の教えですよ、ということを教えたのが、 天上天下優が優河、独尊、三害、開空、強盗、安心という言葉なんですね。仏教ではそういう独尊、目的地、まあ、どう生きるに対しては、なぜ生きるという言葉で教えられますけども、なぜ生きるの答えが教えられているのが仏教であり、親鸞、将棋の教え、浄土真宗なんです。生きている時に人間前でよかったというね、煩悩も死もさえとならない無限の一度に出れんよと、全ての人はこの幸せになれるんだよということを教えその上で、 無情感、罪悪感というのが教えられているわけなんです。先ほども話したように、この無情とかね、罪悪という、まあ普通見たくない、聞くと暗くなる、みたいなね。なんでそんなこと言うんですかだから仏法嫌いなんです、みたいなね。<laughs> こういう方がありますけども、これはね、その無情を通して、罪悪を通して、本当の幸せを求めるという母大詞が起きてくるんですね。だからもう、ネガティブというか、マイナスイメージしかない、この無情、罪悪でさえ、プラスに転じるわけですよ。 この無情感、罪悪感が本当の幸せを求めるというこのエネルギー源になるわけですからね。だから全てを活かす。これが素晴らしい。これに私感動しましたね。で、こういう目的、ゴールを示して、無情や罪悪の意味を示してこそ、この同意切るの答えっていうのが明らかになってくるわけですよ。でもしこの煩悩の悪さないからどうしようもないや。せっかくね、手にした幸せも死んでいくときには全部崩れちゃうよね。持っていけないよね。 これだけではですね、もう、どう生きるも何ももう始まらないですよね。たとえというならば、もう空と水しか見えない水平線、島影も船もね、見当たらない。こんな状態でね、一生懸命泳げ、泳げ、泳ぎ方、こうだぞ、泳ぎ方、いわゆるどう泳ぐかですね。これを示されてもね、何のために泳ぐんですかどこへ向かって泳ぐんですかということがわからなければ、泳ぐ手にも力が入らないんですね。人生も同じではないでしょうか。 そして、いつまでも泳ぎ続けることはできませんから。人間は無常の存在ですから。やがて最後溺れ死んでしまうと。こういう人生に終わってしまうのではないでしょうか。つまり、なぜ生きるというね、目的地を示してこそ、どう生きるかっていうのが明らかになってくるわけですね。なぜ生きるを無視して、どう生きるだけだと。これはおかしな話になってしまわないでしょうか。逆になぜ生きる。煩悩いっぱいでも、最後死んでしまうとしてでもね、それでも幸せになれる。 そういうゴール、そういう幸せを示してこそ、じゃあそこまで頑張って生きよう。じゃあどう生きるか。こういう順番でこそね、どう生きるかが本当の意味で生きてくる、輝いてくると、仏教で教えられるわけですで。そのことをね、仏教で教えられてますので、それを聞くこと、長聞と言いますけども、長聞が大事だと。仏教は長聞に極まると、こう言われるわけです。そして、煩悩もさえとならない、死もさえとならない、無限の一道に、平然に出れるので、 これを平成五条というわけです。平成ですから死んでからではありません。生きてる今ですね。卒業の行の字を書いて五と言いますけども、これが無下の一道のことであり、人生の目的を果たした、なぜ生きるの答えがはっきりしたこと。これを平成五条の五の一字で表しています。それがこの世で達成できる、完成できる。これが平成五条なんですね。そしてこれが仏教の教え、浄土真宗の一枚看板であります。しかもね、この無下の一道に出るのは、 平成の一年になって、一年の瞬間、あっともすっともね、言う間もない、何億分の一秒、何兆分の一秒よりも短いね、一年の瞬間に心はガラッと大刈りする。これは死んでからじゃないです。生きて仏法を聞いてるね、今、心が大がわりした。何のために生まれてきたんだろう。生まれてこなければよかったと泣いていた心が、人間まあえてよかった。いろんなね、辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、後悔するようなこと、いろいろあったけども、この幸せになるためであったのか。 ここで全てが生まれ変わる。それは無情のまんま、死に行くまんま、煩悩を持ったまんま、煩悩も死のおえとならない無限の一同に、ここではっきり出れるんですね。出れたかなとか、あ、これが無限の一同かなそんなもんじゃないんです。はっきり今無限の一同に出れましたと。迷いの心が死んでね、生命の歓あふれる心に生まれ変わる瞬間があるんですね。ここは決勝点。ここはゴール。これがなぜ生きるの答えだと言われます。これは誰かにね、 この強制されてそうなんだんじゃなくて、みんな幸せを求めてますからね。不幸を求めて生きてる人ないですよね。幸せになりたい。ところが、この無常とか罪悪が触りになって幸せになれないわけですから、この無常罪悪が触りにならない幸せこそが本当の幸せ。いわゆる無下の一動が本当の幸せであるということなんです。だからこれは誰かに押し付けられた目的じゃなくて、全ての人が心から求めている。幸せになりたいというね。幸せになるために生きてるという。 こういう意味で教えられたものであるということですね。このことについてはもっとね、詳しくお話ししないと誤解もあるかもしれませんが、このチャンネルではいろんな角度でこのことについてお話しております。で、今回のですね、君たちはどう生きるかというのは、この生きるということがテーマになっているので、これは素晴らしいんですよね。生きるということがテーマになってこそ、次の段階のどう生きるとか、なぜ生きるという問題になりますので、で日頃、もう当たり前すぎると言いますかね、 生きるという根源的なことについて考えることもなかなかありませんが、まあ、今回の映画で生きるというのはどういうことなのか。それは美しい側面ばかりじゃなくて、まあ、煩悩とかね、無情とかね、まあ、そういったことも描かれてますので、まあ、そういう意味でも素晴らしい映画なんですよね。しかもそれが重すぎず、軽すぎず描かれているという点が感動いたしましたで。このチャンネルではね、今日話しきれなかった内容をいろんな角度でお話してます。このチャンネルの更新情報が届きます。無料メールマガがキャンペーン中です。 こちらの QR コードや下の概要欄、コメント欄からご確認ください。今日の内容が少しでも良かったと思っていただいたら、高評価ボタン、またコメントもお待ちしています。また他の映画のね、考察動画もたくさん作っておりまして、それはこちらから。また、単疑賞の内容についてはこちらからね、ぜひお聞きください。チャンネル登録まだの方は、この丸いところを押していただいて、チャンネル登録をお願いいたします。更新情報が届き、私のモチベーションアップにもつながります。それでは、また。